はい、皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も虎に翼第25週後編予告について史実を交え紹介していきたいと思います。第25週では新潟編で登場したミサイの伏線が回収されていくようですね。それではよろしくお願いします。はい、それでは余談から入りますと、アンパンですね、来春4月より放送開始、こちらのクランクインが報告されています。ヒロイン今田美桜さんは夫役の北村匠海さんと9月8日に高知県でクランクインしたということですね。今田美桜さんは緊張せず撮影に入れた、この先も楽しみとし、今田美桜さん演じるノブさんの印象を柳瀬さんの一番のファンだったと思うと語ったようです。一方、北村匠海さんはアンパンマンが食べ物を分け与える姿を挙げ、かっこつけてない正義、普通さを大事にしたいと話したようです。こちらも楽しみですね。はい、今回はこの部分の予告となっています。第25週前編の予告はこちらで詳細について述べていますが、要約すると次のようなものになります。由美は寄生虫研究のため進学した大学院を中退、友和は最高裁から家裁へと移動が決まり憤慨します。一方、智子は法制審議会少年法部会の委員に任命され、少年法の改正について議論が進められ、滝川を思い出しています。第123話は涼子たちが上京です。涼子と玉が上京し、星家に滞在することになるようです。二人の状況を聞きつけた梅子や京子も星家に駆けつけ、明立大学女子部の一同が久しぶりに顔を合わせるようです。光一と虎子の結婚式以来でしょうかね。プチ同窓会といったところでしょうか。涼子は司法試験に挑戦しているようです。皆が学生時代を懐かしく思い出すようです。一方、直明一家が近所に引っ越すことになり、猪爪家ではささやかなお祝いが開かれるようです。少年法改正についてさまざまな意見を集めていた智子は、東京家裁の廊下で思いがけない人物に出くわすようです。思いがけない人物とはどのような人物だったのでしょうか。ミサイそっくりの少女のようです。ミサイは新潟編の登場人物で、いろいろな容疑をかけられましたが、東大に合格し、あれから18年が経っていますから、ミサイ本人ではないということになります。第124話はミサイに似た少女です。ミサイにそっくりな少女は智子の名を知っているようです。どうしてなんでしょうね。その少女の名は並木美雪といい、美雪は同級生の少年を階段から突き落とし負傷させた疑いで火災で調査を受けているようです。そして智子は美雪の審判の担当判事となり、その審判には調査官の音羽も出席するようです。音羽は大学で児童心理学を学んでいた人物、常に冷静沈着ですが仲間意識が苦手な人物のようですね。そんな音羽役を演じていらっしゃるのは丸井ワンさんです。一方、星家では友和の言葉が友子と光一を驚かせることになるようです。なんと友和は裁判官を辞めたいと言い出すようですね。星家では由美もでしたが、友和も将来に行き詰まっているようですね。
第125話は、みゆきの祖母の告白です。存続殺人の重罰規定をめぐって高一は、桂葉長官に抗議をするようです。おそらく次のような抗議だったのではないでしょうか。みーこのケースなどを鑑みれば、存続殺人の重罰規定は憲法違反であり、刑法を改正すべきであると。しかし、高一が取った行動は思いがけない事態を招き、智子を心配させる結果になってしまうようです。史実では昭和48年最高裁で、桂葉のモデルとなった石田和人により、存続殺人の過度の過重規定は、日本国憲法下では違憲であると、違憲判決の確定判決が下され、それ以降は適用されなくなったようですね。そして平成7年の改正刑法では、存続殺人の項目は正式に削除されたようです。一方、みゆきの審判の後、みゆきの祖母、佐枝子がある事実を智子に告げるようです。どのような事実なのでしょうか。佐枝子が告げた事実に、智子は心底驚くようです。ここからは推測になりますが、おそらくミサエの母が佐枝子で、森口ミサエは並木という男性と結婚し、苗字が並木に、授かった娘が並木美雪だったということではないでしょうか。そして智子が驚いたのは、美雪が3歳の時にミサエが他界したという事実なのではないでしょうか。果たして美雪はミサエのサイコパスな DNA を受け継いでしまったのでしょうか。そして並木美雪を演じているのは おそらくミサエを演じていらっしゃった片岡凛さんではないでしょうか。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。